お疲れ様です、黒田さん。お疲れ様です。いよいよ大阪の、はい、フィッシングショー始まりましたね、はいはい、始まったところが初日のほぼ終わりかけですからね、これ。行きましょうか。なんかちょっとバスワンについてね、教えてくれって言って、で、まあ他のね、エクスプライドとかゾディアスとかあるんですけど、まあ、黒田自分でやってるだろうと言われまして、言ってないバスワンについてちょっと教えてくれないですかっていうことだったので、ちょっとお答えしようかなと思うんですけれども、まあ多分みんなデザインなのかな、これすごいなっていうのは。デザインもさることながら、まあちょっとこれ正直賛否両論です。僕はどちらかというと美の方です。いや、で、まあ、何が言いたいかっていうと、例えばね、これ今回出るの、まあ、6.10 フィート1610H っていう、まあ、SB ってついてるスイムベイトとかビッグベイト用なんですけど、まあ、例えば、ガイド見てもらったら分かるんですけど、わざわざストリッピングガイドっていうガイド変えたりしてるんですよ。え、これバスワン？バスワンですよ。ビッグベイト用だけガイドが違う。本当だ。とか、あとはスピニングでいくと、もうね、普通に僕 66L とかだけでいいと思うんですけど、例えばソリッドティップだけで2種類いるんですよね。バスワンってソリッドティップモデルあるんですか？今回初ですね。でしかも2本あると。63の ULS だから、まあすごくフィネスなものと 66LS、はい、まあ僕は先ほども言った通り、宣伝したいというよりも、これをこの価格帯でやるのはちょっと辛い。これって来たかったんですけど、はい、その上にゾディアスとかが控えていて、はい、どこが違いになってくるのかなっていう。いや、もちろんね、使ってるカーボンが違うだとかいろいろあるんですけど、やっぱりそういったそのソリッドティップだとかビッグベイト用だけガイドが違うとかって、本来はまあできればゾディアスから上ぐらいだけでやりたかったような、まあ本来だったらゾディアスもエクストレードもそんなことしてないんですよ。だからまあちょっとやりすぎ、僕はこれは後々めんどくさいと思ってます。今パッと見て感じるのは、カーボンモノコックを積んでないぐらいなのかなって正直見えちゃってるんで、ね、まあ、まあもちろんね、ブランクスが全然違うからとは言えないですが、 はい、あとはね、もう一個違うのは、例えばですけど、これ EVA の濃さ違うの分かります？はい、色が、こっちがグレーで、はい、こっちブラックじゃないですか、はい、これ色だけじゃなくて触ってもらったら分かるんですけど、こっち柔らかいっすよ。上が柔らかくて下はめっちゃ硬い。全然硬さ違うんです。で、なんでかっていうと、こっちはやっぱ握るからグリップしたい。で、こっちは投げる時だけだから添えるだけでいいから硬い方がいいっていうので、まあここまで。いや、だから正直僕は、いや、褒めてますよ。褒めてますけど、まあちょっと否定したいところもあって、ここまでやっちゃうと他のバランスが辛いなっていうのは正直あります、まあ、あとはデザインもいいし、はい、まあちょっとやり気合い入れすぎですよね。1万円から買えるっていうことで、これからバッツリやってみようかなって人にまずは1本買ってもらうとしたら、どこら辺の番手がおすすめですか？まあ 66M だとか、フェイトだったら、はいはい、66M、6.M、はいはい、まあこの辺よく、まあシマノだと一番売れる2本ですよね、はい、とあとまあスピニングだったら、はい、どこだ、266L、 まあここら辺はすごくよく売れる。これは別にあのバスワンだからっていう意味じゃなくて、はいはいはい、よく売れる3本なので、ありがとうございました。まああったら、まあただちょっとやりすぎですよ。いや、もうここら辺はちょっとやり込んでる人でも使えるようになってきたから、まあ、その横にあるルアーマチックとかが本当の導入の種になってくる。そうですね。そうですね。はい、はい、なんでちょっとまあいろいろ物議を醸し出す、はい、ぶっちゃけた話、こんだけバスロといろいろありますけど、まあ他社さんが一番見に来るのはこれです。いや、そうだからしんどい、あのみんなしんどいことしやがってって業界では思ってるはず。これデザイン面だけなのかなと思ったの、その、そうですね、使ってるガイドとかも含めて、はい、でデザインはやっぱ正直見てくれだけ、まあもちろんいいんですよ、いいんですけど、それ以外のところがちょっと真面目にやりすぎてて。でもこれあのグリップのところも昔の多分ファイナルディメンションとかそういうのの、あ、リールシートですね、はいはいはい、そうですね、それとかリールシートあたりはね、はい、だからこうジェネリック釣り竿みたいな感じ。いや、そうですね、だからやりすぎるのは
この後がきつくなるので。じゃあよりいいエクスプライドとかゾリアスがこの後期待できるってことですね、はい、って思われるのが辛いなっていうお話でした。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本当にガチ、今日までやってましたからね。あの日曜日の夜、7時から撮っております。ちょっとこれについて教えてください、はい、僕はね、バキシュ好きになったので、はいはい、かなりバキシュが使ってるんで、はい、ちょっと新しいバキシュが知りたい、はいはい、これどう変わった。草リールというか、まあ、地球上で多分フラッグシップリールなんですよ。買わないゼロだったんですけど、はいはい、まあね、買うっていうのがこだわったらこれぐらい動いた。ああ、いいですね。あとのこれを他にちょっとセールストークが聞きたいんです。それはさ、小森さん、うん、もうそれ全部喋っちゃったらさ、まあ、これ日本撮りするのに俺のやつ言うことないじゃん。後半で言わせてくださいよ。分かった分かった、はい。ステラとバンキッシュどっちがいいですかって言われて、どっち使うんですか黒田さんとか、めっちゃ聞かれるんですよ。もうみんな聞きたいじゃないですか。一緒の機能がついて、僕ね、よく言うんですよ。シマノで一番有名なものって何だと思いますか。僕よくみんなに釣り道具でね。いや違うです、シマノで。じゃあやめよう。使えないけどね、今の黒田さんの一連の中で絶対使った方がいいですよ。絶対使った方がいいですよ。これは使えないな。ちょっと待って、もそれ以上言ったら俺が聞くことになっちゃう。黒田君ちょっとまた、はい、黒チャンネルを、はい、でさっき小森さんが、うん、ここが買う値だとしたら、うん、正直今回バンキッシュね、うん、僕の話聞くまで買うつもりなかったよ、うん、まあ、これぐらいまで上がったっていうさ、うん、これぐらいこれぐらいこれぐらいまあいい。釣り講 TV です。バスを釣るときに水深が岸から測れたらこんなに便利なものはありません。ディーパー魚群探知機だったら岸から水深水温測れちゃいますよ。詳しくはウェブサイトをご覧ください。